Hello, bonjour, こんにちは。I'm Hironobu Sakaguchi. Je m'appelle Hironobu Sakaguchi. 私は坂口です。今回、ラストストーリーが、欧州で発売ということで、何か自分にもできないかなと思って、パリに来ました。ちょうどトレーラーを、制作中ということで、少し携わらさせていただきました。とてもラストストーリーは自分にとって大切な作品ですし、ぜひその手に取っていただければ、とても楽しんでいただけるような、そんなものになったと思いますので、お願いします。皆さんの手元にぜひ。まずはやっぱり宇山さん音楽すごい頑張ってくれたんで、あとはやっぱりね、その名前がラストストーリーっていうことで、もちろんストーリーとか、ないしはそれをその中にいるキャラクターたち、ないしはそのキャラクターたちの絆みたいなものが出たらいいなと思うし、それとその戦闘シーンっていうのはもう何しろ今回新しいシステムを作って一番自分たちが苦労したところだし、楽しんでほしいところなんで、最初は二刀流じゃなかったんですよね。っていうか、二刀流は結構大変で、システム的にもそのグラフィックス的にも、だからこれは多分チームのみんなが一番手をかけてるキャラクターで二刀流なんで、多分みんな愛してる分意外と一番、ね、キャラクターが立ってるのかもしれない。Join us! そうですね。鎧のデザインは今回本当僕大好きで、藤坂がデザインしてくれたんですけど、このモンスター自体はもう本当に最初にコンセプトを作る頃から出来上がっていて、だから、そういう思い入れもあって、ゲームの冒頭で一番最初に出てくるやつなんですけどね。これはね、結構個人的にすごい好きなやつで、ちょっとね、このお隣のキャラがお笑いなんですよね。ちょっと笑えるシーンも入ってたりして、僕的にはボスキャラの中では一番お気に入りかな。ぜひ入るんだったら入れてほしいですね。これはね、最初は敵が乗ってて、下のやつをもちろんやると上のやつが、降りてくるような仕様だったんですけど、でも僕にも内緒で進行してて、ある日突然見せられて、坂口さんエルザも乗れますけどみたいな。 それができた時は、何を勝手にと思ったけど、でも逆にすごい楽しそうにできてたんで、よくやってくれたなっていう感じですかね。The middle of the night. I know, but it's somewhere really special to me. Wow. It's amazing. They call it a meteor shower. My father taught me that when we came here together. There was another meteor shower then. そうですね。もちろん星見の塔っていう特別な場所で、そのカナンの思い出の場所なんですけど、そこで2人で話すようなことっていうのは、もちろん大事なシーンなんで、すごくこのゲームの中では要所要所に象徴的にこう挿入されてるので、それもぜひやっぱり使った方がいいですよね。ちょっともう一回今のところ。
か。オリジナルのやつだよね。いやいやいや、ヤクザとヤクザ。ちょっとびっくりするようなカットがあるから使ったらいいかもね。うん、いや、オッケー。